ワルター・ジュス・キントは、チェコの指揮者。プラハの生まれ。プラハ国立音楽院で、スークとハーバーに作曲を、カレル・ホフマイスターにピアノを指示した。また、ドイツ音楽アカデミーでは、ジョージセールに指揮を教わっている。1931年に、ピアニストとしてデビューしたが、1934年には、プラハドイツ歌劇場で、 セルのアシスタントとして指揮者のキャリアを開始することになった。1938年にプラハドイツ歌劇場が閉鎖されるとナチスの迫害を嫌ってイギリスへと逃れ、チェコ30相談のピアノ担当としてここをしのいだ。1941年に指揮活動を再開し、1943年から1945年までカール・ローザ・オペラ・カンパニーの指揮者を務めた。 1946年から1952年までは、スコットランド還元楽団の主席指揮者を務め、1953年から2シーズンのアイダメルボルン公共楽団の指揮者を務めていた。1956年から1965年までは、トロント公共楽団の主席指揮者となり、この間にカナダでユースオーケストラを結成したり、アスペン音楽祭の監督を務めたりもしている。 1968年からは、セントルイス交響楽団の音楽監督に就任し、1975年まで、務めた。最終ポストは、1978年から没年に、かけてのシンシナティ交響楽団の主席指揮者である。1980年、カリフォルニア州バークレーでこの世を去った。英語読みに従って、ウォルター・ススキンドなどと、日本語表記されることもある。 ありがとうございます。